これ1年目でも1ぐらい買っちゃうんですよ。いやもうわけわかんないですよ。だからビッグエコで40万ぐらい使っちゃう。ビッグエコって何屋さん、何あんた使ってんの。14年間現役生活、給料ずっと一緒ですもん。こんにちは、サイソン和也です。引き続き七海さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはお金です。はい、はい、まあいろんなものも1年目でも1ぐらい多分いっちゃうんで。相当っすねそれ。いきなり大学生からプロになって1万もらうってどんな心境だったんですか。いやもうわけわかんないですよ。だからビッグエコで40万ぐらい使っちゃう。なんか明細母親が、はい、ビッグエコって何屋さん。何あんた使ってんの。そりゃそうなるなっていうね。やっぱ金銭感覚狂っちゃうんですか。いやでも俺は抑えてた方だと思うけどね。給料自体は母親の口座に全部入ってたん で小遣いみたいな感じで、はい、まあうん十万いつも入ってて、はいはい、で母親がもうボケ防止も含めて基調行ってこれぐらいだったなと思ったらすぐまた満額振り込んでくれてて、その額じゃない時で電話してお金入れてるなんて言ったことほとんどないです。あそうなんですね。ほんときっちりした母親だったんで。あ逆にきっちりしてるお母様じゃなかったら使いまくってました。使いまくってたでしょ。自分でコントロールしちゃってさ、車なんかバンバン変えてそうだし。あいい時代でしたよ。だから今は1年目マックス480万なんで。あそうなんですか。もうだいぶ下がってます。だいぶ下がりました。14年間現役生活、はい、で監督で4年半かな、はい、全部一発サインですから。あそうなんですか。お金で揉めたことはもうゼロです。まあ一発サインで言ったら一個だけちょっと違うなって、その時たまたまハンコを忘れてってそれだけもう一回戻って後日っていうのありましたけど、はい、もう金額で文句言ったことないんで、はい、97年か2005年ぐらいまでも給料ずっと一緒ですもんね。あそうなんですか。その間何回もタイトルも取ってるし、はい、ワールドカップ出たりもしてるんだけど、はい、お金に関してそんなに執着してなかったんですよね。あだから俺らが上がらないから、はいはい、下が上がらないって下のやつよく文句言われました。上がらないんじゃなくて上げてないだけなのに。でも交渉すれば上がる余地は全然ある。全然もういつもと一緒でいいですよみたいな感覚だから、評価部の人もいつもと一緒だぞ、あいいですよもうそれでっていう感じ。でもいつもと一緒がめちゃくちゃ高かったじゃないですか。いやいや多くは言ってないですもん。あそうなんですか。だから俺が強化部の人と話すときに、はい、俺に上げようとしてた1000万とか1500万は下のやつに分配してくれって言ってたから。それはもう交渉の時間ももったいないし、なんかすぐ遊びに行きたいタイプなんだ。いやでもこれ笑い話だけど、代表になると、はい、年間70試合ぐらいやるんですよ、はい、で全泊するじゃないですか、はい、下手したら紅白って考えたら、はい、200日弱は拘束されるわけですよ、はい、だその拘束期間のストレス考えたらやっぱりオフは楽しみたいじゃないですか。田波さんって監督もそうですけど、そのクラブ経営とかクラブの社長とかそういうのもなんかやりたいとかあるんですか。最近ねそれよく言われる。でけどそれこそこう YouTube とかこういうところでそういう話するから言われてるだけで、多分浅はかだと思うよ。言ってももしそのポストになった時は、はい、でももしなったらもういろんなもの改革したいなっていうそういう気持ちはあるね。あもしなったらこれはまずやりたいってなんかありますか。それもこう悪しき、はい、なんかこうこことここ全然うまくいってないんだよっていうところをぶち壊したいね。あ要は変な伝統みたいなやつ。もともとジブロの監督になった時も、はい、それがまず最初の目標だったから、例えば社員さんたちと、はい、そのスタッフとか、はい、スタッフと選手とか、はい、メディカルとテクニカルスタッフとか、はい、ちょっとしたこうギクシャク感でさえも、はい、ちょっと気持ち悪く感じてしまうタイプだから、はい、そこをまずなくしたい。あとサポーターとは密にこういろんな情報交換したり、うん、我々が見せるものって、はい、週末の試合だけじゃない、はい、普通の平日のトレーニングも、それから今 SNS やってるから、はい、選手たちがこう発信するものも、うん、もう全てエンターテインメントとして見てほしいっていうタイプだったから、ね、うん、でも最近野球界もそういう YouTube で練習見せたりとか、うん、選手をピックアップしたりとか結構やってきてますよね。そうです。だから野球で言ったら、はい、NPB、はい、と高野連、はい、まあまあやってたじゃん昔からバチバチ、はい、もし俺がその NPB の会長とかやったとしたらね、はい、まずそこシェイクハンドしに行くよ。それはなんか野球だとプロは高校生に教えられないとかあるじゃないですか。そうそうそう、ちょっと分かんないですよね。全然分かんない。親が教えちゃダメみたいな、はい、だってキャッチボールしようって言ってね、はい、子供がここへ行こうってなった時に、はい、まあ、我々もそうだけど、はい、サッカーやり行こうってなった時に、はい、ごめんできねえんだルールでって、はい、なんか説明つかないもんね子供に。そうですよね、申し訳なくなっちゃうんですねこっちはね、はい、まあ、今も変わってるんですよね、はい、ちょっと10年、15年、20年前かな、はい、ぐらいもう全然できなかったみたいだから、はい、サッカーは特にないですよね、そういうのないです、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 もちろんないです。変えてほしいですね。変えてほしい、本当に、はい、そういうところ、いろんな競技でなんかあるからね、うん、そういうのはね、はい、
もしそのクラブ経営するってなった時はバッと変えてください、ね、変えると思うね、はあ、色をね、はあ、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。今回の最高スコープ、ななみさんの改革に注目です。